はい、では今日はですね、奈良先生と対談を送っていきたいなと思うんですけども、まず自己紹介お願いします。はい、東京の渋谷区で鍼灸治療院をやっております奈良です。よろしくお願いします。鍼灸治療ってことですけど、主になんかどういった症状の人を対象にしてるとかってあるんですか？僕は、まあ、治療院って名前なんですけど、美容鍼灸を中心に美容系の人が、いっぱい来ますね。なんかお肌のたるみとかそういう感じですか？はい、そんな感じです。なるほどですね、 OK です。で、まあ、実際ですね、こう入塾していただいて、まあ、半年ぐらいが経つのかなと思うんですけども、まあ、これの変化をね、ちょっとお話し聞いていきたいなと思うんですけど、まずこう実績についてどういった実績が出ました？まあ、最新で2月なんですけども、201万まで行きました。201万、はい。まあ微妙な感じですけども、はい。単価とかってどれぐらいの構成ラインナップがあるんですか？一応美容鍼灸としては、1万1000円。おうほ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 う。で、1回の施術をしています。大体50分ぐらいなんですけども。はい、なんかあれですよね、それだけじゃなくて、はい、こう、まあ、パッケージというか、大型商品ですよね、はい。あ、そうですね。高額のものとしては、髪の毛育毛の方を、今やっていまして、まあ、そちらは半年とか、やっぱり4ヶ月とか、そういった長期にわたってのこう治療になるので、まあ、ある程度の高額な商品になってきますね。大体どれぐらいなんですか、高額ってなると。大体40万とか、60万とか、はい。なかなか出しますね。なかなかだと思います。まあ、そうやって売り上げ200万上げられて、まあ、そういった高額も扱いながら、まあ、経営をされていることなんですけども、はい、入塾前ってどんな状況だったんですか？でも入塾っていつだったか覚えてますか？入塾は去年の7月、2021年の7月ですね。はい。その入塾するってなった時でどんな状況で悩まれてて入塾されたんですか？コロナ前に、100万超えた時もあって、はいはいはい。で、その時って、ブライダルとか、の方向けにやったので、うんうん、結構コースが売れてたんですけど、はい、コロナに入って一気にそういうのがなくなってしまって、はいはい、100万から50万ぐらいまで落ちちゃったんですよ。おお、半分。そうなんですよ。半分以下ですよね。はいはいはい、はい。でも、本当やばいなと思って、もうちょっとシフトチェンジしなきゃと思ってやってたんですけど、なかなか成果出ず、で、入塾前は多分60万とか、だったと思います。まあ、ぐらいで、ちょっとこれ変えなきゃと思って、うん、で、参加させていただくことにしました。なるほどですね。でも、一回したら100万とかを知ってる先生であれば、自力で何とかしようっていう選択肢もあるのかなと思うんですけど、なぜ入塾をしようと思われたんですか？なんかもう打開策が、もう自分の中でこう、なかなか思いつかないというか、なんか やっても単発で終わってしまって、うん、っていうところで、で、もう YouTube とか、メルマガとかで、もう前川先生のことを知っていたので、これはもうちょっと助けを求めようと思って、やりました。はい。もう、まあ、実際こう、この業界にもたくさんのこの売り上げ上げる、コンサルタントっていう人がたくさんいると思うんですけど、その中になんで僕の情報を取ってくれて、また僕のとこに行こうって決めてくださったんですか？やっぱ対談動画がいっぱいあって、はいはいはい。100万超えてる先生はもう当たり前なんですけど、もう200万、300万とか言ってる、もうそれ以上の先生がいっぱいいて、はい、で自分もこう100万超えたやっぱりことがあったので、うん、200万、300万いけるのかなと思って。はいはいはい。その次のステージというか、を見せていただいてたので、あ、これはっていうのがありました。で、あと、うん、先生の言ってる言葉が、なんか僕のことを言ってるような感じがして。はいはいはい。もう刺さりまくってたんですよ。そう、なんでこの人、僕のこと知ってんのみたいな。っていう感じだったので、本当に、あ、これはお願いしようと思いました。まあ、そういう、まあ、経緯があって、昨年の7月かな、入塾していただいたと思うんですけども、はい、具体的に何をして成果が出たのか、きっと今この動画見てくださってる方も、50まで落ちた人が200いくって、
しかも半年で、嘘つけって思ってると思うんですよね。うん。うん。どういった施策をしていって、そうなっていったのかっていうのを、まあ、言える範囲でいいので、教えてもらいたいなと思うんですけども。はい。最終的には、高額商品をちゃんとこう、提供できるようになった。カウンセリングでクロージングできるようになったっていうのはあるんですけど、まあ、そこを集客するっていう時点、ところで、まずは速攻型の、はいはいはい、いわゆるポスティングだったりとか、うん、折り込みだったりとかっていうのを、はい、やっぱ継続して、もう半年間やって、うん、ただ半年の間ってそこそこそんなに結果が出なかったんですよね。はい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 。で、去年の年末ぐらいから、新聞折り込みを入れるようになって、うん、でそれも比較的お金かかるんですけど、もう続けました。お金きつかったんですけど。はいはいはい。で続けたら、やっぱり集客できるようになって、うん、プラス、カウンセリングで高額をちゃんと売れるようになったって感じです。うん、なるほどですね。さあ、こう、美容をこう対象にしてても、やっぱチラシとかっていうのは効果的ってことですか？あります。まだ、先生とかってまた、ちょっと高級住宅地なんでしょ？エリアとしては、やはり、それなりの所得がある人いるんですけど、はい、さらにお金持ちエリアがやっぱりあるので、はいはい、そこをこう攻めたりはしました。そういう人がチラシで来るんですね。なんか、やっぱり見たりとか、やっぱり、新聞に入ってると、ちょっと信用度があるのかもしれないです。なるほどですね。まさに他にもね、まあ、ホームページとか、SNS とかもされてると思うんですけど、ちょっとこの動画ではちょっとチラシについて聞いていきたいなと思うんですけど、はい。どういったことを意識して、チラシ作ってるんですか？大体何枚前から何件ぐらい今来てて、そのチラシはどういった考え方で作られたのかって教えてもらってもいいですか？はい、チラシは、まあ、メソッドの中のも参考にしつつ、はい、やっぱり美容系なので、ちょっとこう女性が見ても、嫌味がないような感じにしました。はい、色味とか考えたりとか、で、字体とか、ただやっぱり見出しのところ、例えばたるみとか、ほうれい線とかっていうのは、やっぱりもうドンと入るように、目に入るようにしてます。じゃあなんかもう、ああだこうだ言うのではなく、もう、たるみみたいな感じですか？そうです。ああって。で、あと、年齢とかもちょっと入れてみたりとか。年齢、例えばどういう形で年齢入れるんですか？例えば、たるみ、ほうれい線、気になる40代のあなた、みたいな。そうすると、やっぱり今来てる方とかも、ああ、私のことだって言っていらっしゃったりとか、する感じなので、やっぱすごい響くみたいで。はい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 。で、今、数字としては、結構当たるときは、自分で500枚とかポスティングすると1件問い合わせがあったりとか。めっちゃいいじゃないですか、それ。はい。まあ、トータルで1000枚配って1枚、1人とか、でなってくるので、まだ、当たるような感じはするので、はい。巻き続けようかなと。いやー、すごいですね。まさにあれですよね。奈良さんがこの僕の塾に入った時に思ったことを今してるわけですね。そうですね。自分のことだ、みたいな。そうそう。そうですね。だから、なるべくこう問いかけるような感じで、やってますね。はい。そうですね。いやー、なるほど。こう、でもその次にこう、高額とかもね、今結構、まあ、3人中3人とかのなんか制約率で今、バンバン決められる。けど、はい、この部分はどういった意識でそうやってできるようになったんですか？当初はこうマインドブロック的なものがあったのかなと思うんですけど。おっしゃる通りで、その、まあ、2月にこう3件の制約、3件中3件取れたんですけど、その前っていうのもちゃんと予約があってカウンセリングはしてたんですけど、全部ダメだったんですよ。ほうほうほう。で、それ何かっていうと、マインドとしては何だろうな。まあ、前川先生が言ってた、患者さんは、もうここに通いたがってると。うんうん、これ結構僕、響いて、あ、そうか、うん、この人たちは、ここに来て、やっぱり続けたがってると。うん、じゃあ、僕がこう、その方が通いやすいような、ものを提供してあげれば、まあ、ちゃんと通ってくれるんだなっていうところ。
まあ、金額的なところはあるとは思うんですけど、まあ、そもそもうちの地域はそこまで、まあ、それなりの富裕層なので、お金払えないわけじゃないと。はい、もし、制約できなかったら、完全に僕が悪いんだと思って。だから、そこはちゃんとこう気を使ったり、その方の本当の悩みを深掘りして聞いて、うん、僕がそこにこう穴埋めしてあげるような感じ。まあ、痒いところをちゃんと書いてあげるみたいな感じにしたら、意外となんか、あ、じゃあやりますみたいな。むしろぜひみたいな。なるほどですね。それって、まあ、よくね、リピートセミナーとか問診セミナーとかってあるじゃないですか。はい。なんか困ってる方はどういったこと言ったらいいのかとか、何を言えば決まるのかっていうのをみんな思ってると思うんですけど、長さん的にはどうですか？やっぱりこのキラーフレーズっていうのがあるのか、それともそうじゃなくて、相手のこういったことを考えながらやった方が決まるんだよとかって何かありますか？コツ。キラーワードはそんなないかなと。むしろその方によって刺さるところって違う気がして、それを見つけてあげること。この人は、なんだろうな。まあ、どうなりたいかっていうのと、うん、あと、まあ、金額的に困ってたら、まあ、多少こう、少し安めの設定のものを、提案してあげるとか、まあ、まずこれからやってみませんかとか、逆にもう成果を重視している方はちょっとアップセルみたいな、高いものでもいいのかなとか、この方は、なんだろうな、いつまでにこう成果を出したいなとかだったら、はい、もう、じゃあここまでにやるためにこういうことをやっていくといいですよ、みたいな。それぞれ目的が多分違う、悩みの度合いも違うと思うので、そこをちゃんとケアしてあげるっていう。なるほどですね。相手に合わせた提案ってことですね。あ、そう、もうそうですね。はい。さあ、ちょっと次の質問なんですけど、はい、今の結果が、まあ、出せるとイメージできたのかっていう部分と、この半年という期間で200いけると思ってスタート切ってたのかっていう部分聞かせてもらってもいいですか？全然ですね。まあ、200万とかって出してる先生がいっぱいいたので、はい、いつか行きたいなとは思ってました。で、まあ、1年後に行ければいいなと思ってたんですけど、実はこう、自分は信じれてなかった気がするんですよね。本当に行けるかっていうのは。はいはいはい。まあ、100万は行けても、200万を1年後に行きたいとは思っても、本当にイメージができてたかっていうと、そうじゃなかった気がする。だから半年間、悶々としてたんだと。なるほどですね。思います。はい。この半年の間で行けた一番のこの奈良さんの中で要因とか、またきっかけっていうの何かあったりしますか？きっかけは、まあ、メソッド入って、もう一つ上の、まあ、レベルのものに、僕、はい、決断して入ったんですけど、はいはいはい、そこで皆さんの成果がもう化け物級のもう200万、300万、1000万とか、はいはいはい、っていう方々がいる中、僕だけ100万超えてなかったんですよね。はいはいはい、でも恥ずかしかったんですよ。本当に情けないと思って、うん、心からもう、これはダメだと思って、行ったのが本当に自分の原動力になったっていうか、うん、そこが一番大きかったですね。もう来るの嫌だったでしょ？嫌でした。いや、嫌ですよね、あの中でね、うん。でも、実際そういう、まあ、厳しい環境に身を置かれたわけじゃないですか。分かった上で来られたと思うんですけど、なぜこういった決断ができたんですか？僕は、メソッドに入るのも一度躊躇したことがあって、で、半年伸びちゃったんですよ、入塾、はいはい、実は。で、それって僕の本当決断の甘さというか、本当にダメだなと思って、すごい反省してて、で、次のレベルに、ありますよって、前川先生に言われたときに、あ、ここ決断しないとダメだなと思ったんですよ。あの時の二の舞になっちゃうと思って。はい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 。ここ決断できなかったら、また1年後とか、なって、次のこう成長につながらないと思って、はい、あ、ここはもう決断するときってお金ある、ないじゃないなと思って。そこで決断しました。なるほどですね。今のでもめちゃめちゃ深いですね。はい。そっか。本当僕の中で、はい、大きかったです、うん。半年決断を下したことで、今の成果も半年遅れてるわけですもんね。おっしゃる通りです。もう本当そうです。もしかしたらね、ライバルが出てきてなくて、もっと上がってたかもしれないですもんね。本当そうです。いやー、なるほどですね。うん。
最後にですね、今まあすごいこういろんな話をしていただいたわけですけども、今この経営に悩んでいる方たちに対して、まあ、メッセージをと思うんです。まあ、今のがね本当メッセージ的な部分になるかなと思うんですけど、また改めてメッセージいただけたらなと思います。はい、本当に僕も 一度決断をこう遅らせてしまった反省があるので、今本当悩んでたら決断は早い方がいいです。やるかやらないかのはどっちかだと思うんですけど、決断を早くすればそれだけ早く結果も出るし、逆に転換もすぐできると思うので、まあ早く決めるっていうこと、で、まあこう今僕がすごい嬉しいのは、こう200万突破したことで、この塾生の皆さんからすごい褒めてもらえるっていう、これがもうなんか自分一人でやってたら、自分が誰にも褒めてもらえないというか、じゃあ次の頑張る原動力にはならないと思うんですけど、やっぱりこう皆さんもう本当にすごい人たちからも褒めて、すごいね、頑張ったねって言われると、なんか自分はすごい嬉しくて、じゃあまたもっと頑張ろうってなれたので、まあそういう環境を作るっていうのも大事かなと思ってます。はい、ありがとうございます。奈良さんね、今はね、まあそういう形で、まあ新旧で言えば200万って、まあそんなにね数多くない存在の一人かなと思うんですけど、今もそういった新旧治療もそうですし、マーケティングもそうですし、あとはですね、こう空間作りとか、こう自分作りとか、そういった部分の、まあ、コンサルというかアドバイザーも、ね、今後されていくことなので、はい、ぜひぜひそういった形で多くの治療家さんにまた、夢と希望を与えてもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。今日は貴重な時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。